ラジオ沖縄ホットキャスティング赤瓦町瓶のグブリーサビラ放送732回目の今日は1月の16日内永久美久歴ではシワーシの14日三重の日やいびんやさて国吉さんはいこのね 里見八犬伝という物語を書く。かはい、有名な物語ですね。ねはい、あの映画にもらったさあ、はい、誰が出ていた映画を見ました。ああ、もうだいぶ昔で。 ひろこちゃんの顔出てこないですねひろこちゃんだったと思いますはいこれねいくつか作り直されていてだいたい3つぐらいあるわけさ3つあるんですねさとみはっけんではひろこちゃんのね役ひろおさらく同じものだと思うであとまたもう一つまた後でねできてるのよへーまあそのぐらいね有名なも物語なんだけどもさはいあの中でほら八つの玉が出てくるでしょ出てきます全部言える八つもうもう言えないですねジンギジはいジンギレイチレイチはい 中心肯定なんね、はい、はい。今日はこれ覚えてもらいますからね後でね。中心肯定面白いのがさ、はい、なんとこれを使った龍我が見つけたわけだ、えー、全くやつ同じなんですか、うん、やつは入れてないんだけどもね地切れ市ティシア灯籠の柱灯の四つ柱中の灯火や神の一時もう一回ね地切れ市ティシア神切れ市というのはね灯、うん、の四つ柱灯籠の四つ柱はい 中の灯火、中に、あのう、火はね。はいはい、神の一時。だから、仁義礼一。中心皇帝じゃなくて神霊地神、仁義礼一にしんが入るね。<ー>こいつの文字を使ってるさ。はい。でも、仁っていうのが。他人を愛し、助ける。はい。義が正しい行いとか、礼儀ね。はい、はい。正しい行いね。礼が他人を敬い。行為に品があること。知。物事を明確に。知ること。はい。で、しがね。 言葉をお互いへのことや大事なです、ねうん。でこの5つがね昔は五徳と呼ばれていて、えー、実行しなければいけないというふうにみんな教えられてたってあ日本っていうのは儒教社会さね孔、はい、子様がってその儒教の中でもこの5つは五徳っていうこと非常に大事だったらしいね。はい、やっぱりだからその中でも真ん中に置いてるこの流花によると真ん中に置いてるっていうことはやっぱ神経が大事だったんだろうね。うん そこでね、はい、覚えてるかなこの「うまこと「うきよ」さんこの世の中をね「なだやしく、ねはいあの」波風立てずに「わたいぶさ、わたりたいならば<あ> <laughs> この前の信号はね「写真のしん」って書いてあるね。 真という意義ほかにというのもあるんだけど真ととんだいう意を書いて真という他ほかに道はないよというぐらいやっぱり真というじゃは非常にね信用の真でもあるからいやとかも大事だと思うけどね面白いのはねまた言葉のようにさ五徳の中心にわざと真というのを置いてるからやつあるのにちょっとこの時代この人の時代は少しそういったのが弱くなってたのかな って感じたりしたわけ。の次のコーナーです。<music> 沖縄のなんだ。ちょっと今回からね、やっぱ国吉さんのね、はい、のもう少し話させた方がいいという意見もあったからさ。らら参加させようね、ぜひね。はい。さあ、行きますよ。遊んでみようね。なんでしょうか。国吉さん、はい、沖縄のね。はい、昔からあるお菓子っていうと、何を思い浮かべますか。

あの名前言うので、はい、そのうちの仲間外れはどれか当ててくださいね。はいきますよ。「松の風」とか言いて「チかじ」それからこれ中国語だぞ。くんぺん」え「かる餅。ち、はい」「くんぺん」そして「花ぼおろ」「巻きがん」「レモンケーキ」もう一回言いますよ。はい「町かじ」「くんぺん」「花ぼおろ」「巻きがん」

結んであおいなあれこれ結納の時にあの使うお菓子なんだけど水、はい、砂糖卵それから食紅ねそって小麦粉に白ごま白ごままぶしてある、ね、まぶされてますねこれ、はい、を混ぜ合わせて平たく伸ばして軽く焼いてこのリボンみたいにこう結ぶわけね、はい、結んでいることから結納に使われるってい、ね、言われてみれば見たことあるさ見たことありますあすね。 薫ペンこれ薫ペンとも言ったりするけど香る餅これ中国じゃないかなこれはですねこのお休みいただいた中で中国薫ペンを実は食べておりまして塩味なんですねあっちねそうなんですね日本沖縄は甘くして食べますけどそうですね沖縄ではね小麦粉と砂糖で衣を作って卵黄 そしてごま、ごま必ず入ってますね。あちらはごまをまぶされます。あとピーナッツ。はい。餡を作って焼いたもの。そうですね。はい。やっぱ向こう由来だっていうのは同じなんだけど味が違うわけ味が違いますね。そのままではないんだね。はい。ありがとうございます。それから花ボウロね。はい。あのちょっとねその何だろうあの穴が真ん中に開いていて輪っかが二つつながっているようなお菓子ですよ。はい。これ実はね16世紀にポルトガルから伝わったお菓子らしく。 小麦粉砂糖卵でと同じじゃなね形を作ったもんでこれ実はねほらこの形がね一説によるとね骨盤を表しているということで子宝に恵まれますよだからいいのの時にあげるっていう縁起物なんですね。本当はもっと綺麗なねきちっとした形のお菓子だったらしいそうですかこれがね意外と見たことないかもしれい巻きがん」っつってねこの何だろうえっと言ってしまえばね そうだね。まず小麦粉砂糖卵また一緒だね。小豆を使ったモチを巻くとロールケーキね。ロールケーキ。どっちかとロールケーキを切ったようなもんです。はい。マキガンってやつね。はい。これがマキガン。そして最後レモンケーキ。はい。これはねレモンを半分に切ったようなスポンジケーキの上にレモンチョコレートかけたもの。みんな大好き。はいということでシーミーとかでよく出てくる。ますね。はい。今日はねだからねあのこいうの沖縄のねいろんな要素が入ってる中国の 影響もレモンケーキなんから明らかに戦後だからアメリカへの影響だ大いですよね。沖縄のお菓子っていうのは非常にねいろんな意味があるんですよっていうことで見てみるとまた楽しいかなっていうことでした。今日またまたね中国にね詳しいクリエイさんもいるからいい場合やぞと思ってから聞いてみたてけです。ということで沖縄ののお菓子話でした次のコーナーです。 私「が私であるために」 久々のマジングルでしたけれどもね皆様覚えていらっしゃいますか今日はまたどんな健康の話をしていただけるんでしょうか <laughs> はいありがとうございます人生100の時代をサポートメモリングをお届けする久々の健康ワンポイントのコーナーです本日は認知症への理解を進めようシリーズのその3です、えー、認知症への理解を進めようシリーズ3回目の今日は親の変化に気づくにはという内容でお話しさせていただきます 認知症は早く気づくことが改善や予防にも有利となるのですが、親が一人暮らしだと認知症を見過ごしてしまうこともあります。そこでお勧めしたいのが、年に1回は親の顔を見て、一晩ほど一緒に過ごすという方法です。電話口では何も心配しないで、 との言葉でも家に行ってみると生活の様子がこれまでと違っていたり短時間でもまあ子供に心配をかけまいと問題がないように振る舞えるのも一晩中は続かないことも多いです料理の味の変化衛生的に過ごしているか会話がスムーズかどうかなどなど年に1回は親と一緒に過ごして電話先では気づきにくい早期発見のきっかけにしてみたはいかがでしょうか 以上メモリーがお届けする本日の健康情報でしたはいありがとうございます、はい、やっぱり電話で安否確認するだけでは足りないわけだね、はい、あの時には結構気が張って、うんうん、しっかり受け答えできたりするんですね ただ一緒に長く何時間もいると見えてくるものが違ってくると、うん、やっぱ普段の生活に戻っちゃうんだようね戻ってしまいますはいそこを見て何かおかしいぞとなると、うん、うまくその場でお話ができるのがいい理想的ですね、うん、そうですね教師はい、毎回気になるんだけどね、はい、なんでしょうか、はい、あのほら喋り方とかさ衛生的とかわかるんだけど、はい、料理の味の変化っていうのがあるんだけどさ、はい、料理の味の変化は、うん、これはどんな風に変わったりするのはいわかりやすく言うとやはりあの 作る側が認知症になってしまうと、実は段取りも悪くなり、味もオンチになると言われてます。味覚が鈍るんですね。はい、やはり味覚も結構これまでの記憶に合わせて調整するっていうところうまくいかずに塩辛かったり味がなかったりということが起きがちになります。なるほどですね。はい、これ気になったかっそうでしたか。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。これさ実は先週もね、あのいただいたんだけれども。はい。 千葉のお通り恐怖症さんという方がいらっしゃってねはいありがとうございますこの方がいつもねその自分の行ったところとか情報をいただけるんですよ天見大柴あたり行ったらしくすごいそのたくさんね雨の情報をいただいてるんだけれどもちゃんとあの読ませていただいて勉強させていただきますありがとうございますちょっともう少し調べてからね紹介をしたいと思いますので読ませていただきましたありがとうございます さて、えっとね、黒石さん、実はね、あの、まちょ、ちょっと質問で申し訳ないんだけど。今の世の中でさ、小さい子供が、外に出るときに、怖いのは何ですか。怖いのはですね、知らない人ですね。人だよね。はい、あとは、今コロナですね。あ、コロナとかでもそうだけど。車でしょう。車も怖いですね。昔はそうのよね。見える、あ、現在は目に見えるものが怖い。怖いです。はい。昔は違う、奥さん。目に見えないものが、怖かったわけ。 魔物のね、魔物の類そこでね、あのどうしても夜ね、子供を外に出さなきゃいけないときに、あるマジネを言ってたんですよ。なんでしょう。アンマ空投っていうさ。いや初めて聞きました。どういうのかっていうとね、子供の額にね、三回つばをつけるわけ。おお、子供さん見たことありますね。あ見たことある。はい、を三回つけるんですよ。おばあちゃん。おばあちゃんやってたかもしれない。これはねアンマ空投っていうさ。はい。でそのつけるだけじゃなくて、その時にあのズモみたいにね。 あんまくとたがんだんとお母さんが見ているよお母さんの他に誰も見ていないよと言いながらつばをつけるわけまず言葉のまじないでこれはマジムに見られないようにという呪文さねでなぜつばなのかマジムンは人間が嫌いのを嫌うって前話したじゃないですかだからつばが嫌いつばが嫌いっていうのがありましたねだから現代とね昔で恐れているものの対象が違うそれによって 風習も変わってきたって。で、奥利ョさんはされたことがあるということは、ギリギリその世代だったんですギリギリですね。はい。うことではい。アンマクウトのお話でした。はい。学校もデビックとグブリーサビラのコーラできないんでね、ちょっとやってみました。はい。今日は久々にクレさんが帰ってきましたので、また楽しく賑やかにただいま戻りました。いたしました。はい。 あのちょこちょこねもうなまあバグもねも何かえてるから少しあのパターンも変えてね参加型にして時々突っ込みますのであの遅めの間から参加してくださいねボロが出ますえときのコンペみたいにやっぱり中国のね流れっていうのも知りたいからそうですね知ってる範囲ではありますかこれ勘違いして政治的なことじゃないやあくまで文化的な話ですからねこれまたあのあれこれ突っ込まれてくだとさやざや私しょってしょってしまってるものですねよろしくお願いしますね。 どうですか久々の感想はああ楽しいですねあっという間ですよお時間がお耳汚しを申し訳ありませんお耳汚しでねですよ楽しんでるんですよ楽しんでいただければ幸いですまあコロナがね非常に流行ってるんだけどまあ超便はそうだけどドーンと上がっていってパーッと落ちるんないかなと思ってるんでねそれを期待してますもうそれがなければうがんを避けるしかないからうがん不足でしたからね私とにかくその前に皆さんえうがい手洗いねそしてえなるべく外出控えるそれを気をつけてね はい、それちゅう,う,、ね、うわけで番組のご案内や赤河原長瓶とメモリのくニュ試合ビートンではまた来週までゴブリーサビラ